確か本当に鼻がもてそうだね。朝一に来ました。おはよう、うん。ありがとうございます。目の前の通りが朝一になるって聞いてて、まだ初めて。うん、そうですね。よいしょ。ということで朝一に。来ております。買いましたね。めっちゃ嬉しい、うん。なんか野菜とか魚だけじゃなく服とかなんか日用品とかも売ってて、なんか面白い朝市ですね。ロック。買いました。お釣りは？Thank you。買いました。よかった。はい、ということで、ギリシャのアテネ朝市に行ってきました。なんかね、やっぱみんなすごく陽気で、通るだけで声かけてくれたりとか、英語がある程度話せる人は英語で対応してくれたりとか、みんなすごく陽気でいい人でしたね。すごい絵が強いでしょう。見てこれ、これでさ、みんな陽気なんだよ。あ、これはケイジの T シャツです。これがね、ストリートの向こうまでずっと続いてるの。すごくないこれ。今日はどんな一日になるんでしょうか。楽しみです。あら、来ました。すげーうまそうじゃん。朝一で買ってきた食材たちを使って朝食を作ってみました。めちゃめちゃええやんけ。ここでちょうどこの通りで買った野菜たちですね。ではいただきます。いただきます。うまそう。これ私使っていい？はい。昼ですね。ちょっと今日はいろいろ観光地を回ってみようということで、それと明日以降演奏する場所を探そうということで、楽器を持たずに外に出てみました。いいね、気温もいいね、やっぱね。朝ごはんも美味しいし、最高です。はい。ギリシャニャンコちゃん。はい、今ちょっとね、10分15分で目的地にたどり着けそうなので散歩中なんですけど、すごく素敵なところ、広場、なんて素敵なんですね。本当に建物もね、めちゃめちゃ綺麗。なんか伝統的な作りが多くて、なんていうんですかね、新しい、なんか、いわゆる新宿的な建物とかあんま見ないですね。そうですね。古い建物が残ってて、それを修繕したりしてるのが多くて。そうか。基本修理なんですね。新しいビルもあるんだけど、中心街は結構、なんか古いとこ
ところこうやって直して使ってるけど、直しきれてなくて廃墟になってるとこはどないすんねんみたいな。そうですね、めぐみさんちもエレベーター直すのに何年ですかね。2年かかるかな。こちら国立図書館でございます。なんて素敵な図書館なんでしょう。バス通過中、バス通過中。はい、今国立図書館の前に来ております。めちゃめちゃいいとこやら、めちゃめちゃいいとこやら。2人先行っちゃったよ。さあ中まで行ってみよう。なんとこちらの中華系アジアの方々かなが、あの昨日我々が演奏しているのをパルテノン神殿の前で見たって言って、次良かったよって言ってくれました。まさかの。すごいね、こんなことあるんだね。レモネード買いました。じゃあ桜んぼ。ああ桜んぼにしたんだ。これは 2.2 ユーロだから400円ちょいですね。うん、ちょっと観光客っぽい値段設定ですか。高級ですか。ああ、なるほど。じゃあまあそれなりの、うん、いいっすね。はい、ということで今国会議事堂の前に来ております。国会議事堂の前の広場なんですけど、アーティストさんも何人かいて、聞いてみたらライセンスとかいらないで好きな演奏していいよっていうことだったので、明日ねちょっと楽器を持ってここまで来てちょっと演奏してみたいと思います。なんかね、ここ観光客結構多いみたいで、うん、パッと見わからんけど、まあ、さすがに現地の人ではないだろう。ちょっと明日やってみよう。すげえ自由だよね、日焼けしてる人もいるしね、楽しみ。そうだね。いい場所。なんとも素敵なカフェに来ました。ゆみさんよく知ってますね、こんなお店。さすがですね、素晴らしすぎる。旧市街の街並みの、旧市街の真ん中を上がってきたところでペラカっていうちょっと栄えてるところの中心に行くみたいな、プラカの旧市街で、そこを上がってきたところで、あんまり観光地として知ってる人ばっかりじゃないかな。でもこの
あたりのこういうカフェがヨーロッパ系の雑誌には載ってるので、日本人はあんまり会ったことは一度もないんですけど、ヨーロピアンの観光客とか現地の人とかも。はい、届きました。これがサラダで、サラダなんだっけ、フェタチーズのやつですね、うん、はいはい、ラスクとなんか、うん、ラスクがそういう形なんだ、でっけえパン、面白いパンがメインだね、美味しそう、チーズパンとパスタ、パスティーニ、パスティーニと私が食べたかったムサカで、うん、ムサカ、美味しそう、ふわふわですね、じゃあいただきます。なんか顔めっちゃするよね。会話はないけど、すれ違うたびになんかってやったり、なんかああみたいな顔したり、すごくやっぱリスペクトの、音楽に対するリスペクトがすごいね。ちなみにこの明るさですが、7時半を過ぎておりますね。うん。すごく日が落ちるのが遅いです。気づいたら8時とかになっちゃってるような感じなので、まあそそくさと家に帰ってます。はい、はい、ギリシャの夜です。なんかこの泊まってる地域は夜ちょっと治安が悪いらしくて、聞こえる？下がクラブ化してる。まあ夜はねあんまり出歩かないようにしてるので大丈夫だと思います。怖い。